平中は自重を引き寄せながらその耳に囁こうとした。が、いくら気はせいても舌は上顎に引きついたまま声らしいものは口へ出ない。そのうちに自重の髪の匂いや妙に温かい肌の匂いは無遠慮に彼を包んでくる。と思うと彼の顔へはかすかな自重の息がかかった。一瞬間。 その一週間が過ぎてしまえば、彼らは必ず愛欲の嵐に、雨の音も空滝の匂いも、本院の音ども、目のわらわも忘却してしまったに違いない。しかし、この際どい刹那に、侍重は半ば身を起こすと、兵中の顔に顔を寄せながら、恥ずかしそうな声を出した。お待ちくださいまし。まだあちらの障子には、 かけがねが下してございませんから、あれをかけてまいります。平中はただうなずいた。自重は二人の人ねの上に、匂いのいいぬくみを残したまま、そっとそこを立っていった。春雨、自重、三田如来、雨宿り、雨だれ、自重、自重。平中はちゃんと目を開いたなり、 彼自身にもはっきりしないいろいろなことを考えている。すると向こうの暗闇にカチリとかけがねを下す音がした。甘竜、航路、甘夜の品定め。沼玉の闇のうつずは定かなる。夢にいくらもまさらざりけり。夢にだに。どうしたのだろう 掛けはもう降りたと思ったが、平中は頭をもたげてみた。が、辺りにはさっきのりかり、体きの匂いが漂った、期待の踊る闇があるばかりである。侍従はどこへ行ったものか、絹ずれの音も聞こえてこない。まさか、いや、ことによると。平中は、しとねを這いだすと。 また元のように手探りをしながら向こうの障子へたどり着いた。すると障子には部屋の外から厳重に掛け金が下してある。その上耳を澄ませてみても足音一つさせるものはない。つぼねつぼねは大雨の中にいずれもひっそりと寝静まっている。平中、平中、お前はもう 天ヶ下の色好みでも何でもない平中は障子に寄りかかったまま失神したようにつぶやいたお前の容姿も衰えたお前の才も元のようじゃないお前はのりざねや義助よりも見下げ果てた育児なしだ4公職問答これは平中の二人の友達 助とのりざねとの間に交換されたある無駄話の一節であるあの侍従という女にはさすがの平中もかなわないそうだねそういう噂だねあいつにはいい見せしめだよあいつは女房行為でなければどんな女にでも手を出す男だちっとは凝らしてやる方がいいええ君も講師のお弟子か 孔子の教えなぞは知らないがね。どのくらい女が兵中のために泣かされたかくらいは知っているのだ。もう一言ついでに付け加えれば、どのくらい苦しんだ夫があるか、どのくらい腹を立てた親があるか、どのくらい恨んだ家来があるか、それもまんざら知らないじゃない。そういう迷惑をかける男は、当然、こう鳴らして責むべきものだ。君はそう考えないかね そうばかりもいかないからね。なるほど。平中一人のために世間は迷惑しているかもしれない。しかしその罪は平中一人が負うべきものでもなかろうじゃないか。じゃあ他に誰が罪を負うんだね。それは女に負わせるのさ。女に負わせるのはかわいそうだよ。平中に負わせるのもかわいそうじゃないか。しかし。 兵中が口説いたんだからな。男は戦場に立ち打ちするが、女は寝首しか書かないんだ。人殺しの罪は変わるものか。妙に兵中の肩を持つな。だがこれだけは確かだろう。我々は世間を苦しませないが、兵中は世間を苦しませている。それもどうだかわからないね。一体我々人間はいかなる因果か知らないが、 互いに傷つけ合わないでは一刻も生きてはいられないものだよ。ただ、兵中は我々よりも余計に世間を苦しませている。この点は、ああいう天才にはやむを得ない運命だね。冗談じゃないぜ。兵中が天才と一緒になるなら、この池の土壌も龍になるだろう。兵中は確かに天才だよ。 あの男の顔に気をつけたまえ、あの男の声を聞きたまえ、あの男の文を読んでみたまえ、もし君が女だったら、あの男と一晩会ってみたまえ。あの男は空海商人だとか、おのの東風だとかと同じように、母の体内を離れた時から非凡な能力を授かってきたのだ。あれが天才でないといえば、天下に天才は一人もいない。 その点では、我々二人のごときも、到底、平中の敵じゃないよ。しかしだね。しかし、天才は君の言うように、罪ばかり作ってはいないじゃないか。例えば、東風の書を見れば、微妙な出力に動かされるとか、空海商人の図教を聞けば、僕は何も、天才は罪ばかり作ると言いはしない。罪も作ると言っているんだ。 じゃあ平中とは違うじゃないか。あいつの作るのは罪ばかりだぜ。それは我々にはわからないはずだ。金もろくにかけないものには、東風の書もつまらないじゃないか。新人のちっともないものには、空海上人の図経よりも、九つの歌の方が面白いかもしれない。天才の功徳がわかるためには、こちらにも相当の資格がいるさ。 それは、君の言う通りだがね。平中尊者の孤独などは。平中の場合も同じじゃないか。ああいう公職の天才の孤独は、女だけが知っているはずだ。君はさっきどのくらい女が平中のために泣かされたかと言っていたが、僕は反対にこう言いたいね。どのくらい女が平中のために無情の歓喜を味わったか。どのくらい女が平中のために、 しみじみ生きがいを感じたか。どのくらい女が兵中のために犠牲の尊さを教えられたか。どのくらい女が兵中のために。いや、もうそのくらいでたくさんだよ。君のように理屈をつければ、カカシも鎧武者になってしまう。君のように嫉妬深いと、鎧武者もカかしと思ってしまうぜ。嫉妬深いへえ、これは意外だね。 君は兵中を責めるほど、みだらな女を責めないじゃないか。たとえ口では責めていても、腹の底では責めていまい。それは、お互いに男だから、いつか嫉妬が加わるんだ。我々はみんな多少にしろ。もし兵中になれるものなら、兵中になってみたいという、人知れない野心を持っている。そのために兵中は、謀本人よりも一層我々に憎まれるのだ。 考えてみればかわいそうだよ。じゃあ君も平中になりたいかね僕か僕はあまりなりたくない。だから僕が平中を見るのは君が見るのより公平なんだ。平中は女が一人で生きるとたちまちその女に飽きてしまう。そうして誰か他の女におかしいほど夢中になってしまう。あれは。 平中の心の中には、いつも不残の神女のような人臨を絶した美人の姿が彷彿と浮かんでいるからだよ。平中はいつも世間の女にそういう美しさを見ようとしている。実際惚れている時には見ることができたと思っているんだ。が、もちろん、二三度会えばそういう蜃気楼は壊れてしまう。そのために、 あいつは女から女へ転々と浮き身をやつしに行くんだ。しかも、末法の世の中にそんな美人のいるはずはないから、結局、平中の一生は不幸に終わるより仕方がない。その点では、君や僕の方がはるかに幸せだというものさ。しかし、平中の不幸なのは、いわば天才なればこそだね。あれは平中一人じゃない。 空海商人や小野の東風もきっとあいつと似ていたろうとにかく幸せになるためには皆同様凡人が一番だよここでちょっとお知らせですこの先マリという言葉が出てきますがこれは漢字でクソと書いてマリと読ませていますつまりうんちのことですでは最終章をお楽しみください まりも美しと嘆く男兵中は一人寂しそうに本院の侍従の局に近い人気のない廊下に佇んでいるその廊下の端に刺した油のような火の色を見てもまた今日は暑さが加わるらしいが久しの外の空にはそうそうと緑鮮やかな松が静かに涼しさを守っている侍従は 俺を相手にしない。俺ももう自重は思い切った。平中は青白い顔をしたままぼんやりこんなことを思っている。しかしいくら思い切っても自重の姿は幻のように必ず目の前に浮かんでくる。俺はいつかの雨の夜以来ただこの姿を忘れたいばかりにどのくらい四方の神仏へ祈願を凝らしたかわからない。 が、鴨の宮城駅は、御三鏡の中にありありと自重の顔が映って見える。清水の御寺の内陣に入れば、完全の菩薩の見姿さえ、そのまま自重に変わってしまう。もしこの姿がいつまでも、俺の心を立ち去らなければ、俺はきっと、焦がれ死に、死んでしまうのに違いない。平中は長い息をついた。だが、 その姿を忘れるには、たった一つしか手段はない。それは、何でもあの女の浅ましいところを見つけることだ。侍従もまさか、天人ではなし、不条もいろいろ増しているだろう。そこを一つ見つけさえすれば、ちょうど女房に化けた狐が、斧あることを知られたように、侍従の幻も崩れてしまう。俺の命はその刹那に、やっと俺のものになるのだ。 が、どこが浅ましいか、どこが不浄を増しているか、それは誰も教えてくれない。ああ、大事大秘のカンゼノン菩薩、どうかそこをお示しください。自重が変わらぬ女古事記と、実は少しも変わらない証拠を。平中はこう考えながら、ふと物言い視線を上げた。おや、あそこへ来かかったのは、 自重のつぼねの目のわらわではないかあの利口そうな目のわらわはなでしこ重ねの薄物のアコめに色の濃い袴を引きながらちょうどこちらへ歩いてくるそれが赤髪の絵扇の影に何か箱を隠しているのはきっと自重の下まりを捨てに行くところに違いないその姿を一目見ると 突然平中の心の内にはある大胆な決心が稲妻のようにひらめき渡った平中は目の色を変えたなり目のわらわの行く手に立ちふさがったそしてその箱をひったくるや否や廊下の向こうに一つ見える人のいない部屋へ飛んでいった不意を打たれた目のわらわはもちろん泣き声を出しながらパタパタ彼を追いかけてくる がその部屋へ踊り込むと平中はやりを立て切るが早いか手早く掛け金を下してしまったそうだこの中を見れば間違いない100年の恋も一瞬の間に煙よりも儚く消えてしまう平中はわなわな震える手にふわりと箱の上へかけた香染めの薄物を掲げてみた箱は意外にも成功を極めた ままだ新ましい蒔絵であるこの中に自重のまりがある同時に俺の命もある平中はそこに佇たずんだままじっと美しい箱を眺めたつぼねの外には忍び忍びに目のわらわの鳴き声が続いているがそれはいつの間にか重苦しい沈黙に飲まれてしまうと思うと やり戸や障子もだんだん霧のように消え始めるいやもう今では昼か夜かそれさえ平中には半然しないただ彼の目の前にはホトトギスを描いた箱が一つはっきり空中に浮き出している俺の命の助かるのも自重と一生の別れをするのも皆この箱にかかっているこの箱の蓋を取りさえすれば いやそれは考え物だぞ。自重を忘れてしまうのがいいか、甲斐のない命を流らえるのがいいか、俺にはどちらとも返答できない。たとえ、焦がれ死にをするにもせよ、この箱の蓋だけは取らずに置こうか。平中はやつれた頬の上に涙の跡を光らせながら、今更のように思いまどった。しかし、しばらく考えた後、急に目を輝かせると。 今度はこう、心の中に一生懸命の叫び声を上げた。ヘイジューヘイジューお前は何という戦なしだ。あの雨の夜を忘れたのか。ジジューは今もお前の声を嘲笑っているかもしれないんだぞ。生きろ立派に生きてみせろジジューの周りを見さえすれば必ずお前は勝ち誇れるのだ。 平中はほとんど気違いのようにとうとう箱の蓋を取った箱には薄い黄土色の水がたっぷり半分ほど入った中にこれは濃い茶色のものが2つ3つそこへ沈んでいると思うと夢のように彫子のにおいが鼻を打ったこれが侍従のまりであろうかいや吉祥天女にしてもこんなまりはするはずがない 平中は眉を潜めながら一番上に浮いていた二寸ほどのものをつまみ上げた。そうしてひげにも触れるくらい何度も匂いを嗅ぎ直してみた。匂いは確かに紛れもないとびきりのジンの匂いである。これはどうだこの水もやはり匂うようだが。平中は箱を傾けながらそっと水をすすってみた。 水も彫子を煮返した上澄みの汁に違いない。するとこいつも香木かな。平中は今つまみ上げた二寸ほどのものをかみしめてみた。すると歯にも通るくらい苦みの混じった甘さがある。その上彼の口の中にはたちまち橘の花よりも涼しい微妙な匂いがいっぱいになった。 じじゅうはいつからたくらんだのか、平中の思惑を破るために、香り細工のまりを作ったのである。じじゅう、お前は平中を殺したぞ。平中はこううめきながら、ばたりと薪への箱を落とした。そうして床の上へほどけ倒しに倒れてしまった。その半分死んだ瞳のうちには、 シマゴンの沿光に取り巻かれたまま、見目美しく彼に微笑みかけた侍従の姿を浮かべながら。しかしその時の侍従の姿はいつか髪も豊かになれば、顔もほとんど玉のように変わっていたことは事実である。